ツーリング4日目の朝です。今私は群馬県の高崎市にいます。今日はですね、最終的に茨城県の日立市まで行きます。では行きましょう。工程ですけれども、まず最初の目的地は吹割の滝になります。ここからね、60キロぐらいの距離になります。その後、日光ですね、男体山であるとかいろは坂、日光東照宮などを経由して、さらに栃木県の、宇都宮市を経由して、最終的に茨城県の、日立市に、行きます。茨城県では日立市を中心に行けそうなね、良さげなところをね、いくつかチェックしてるんですけれども、それをね、ちょっと時間の許す限りね、できるだけ回っていきたいと思います。はい、今日の天気なんですけれども、まず今の気温はおそらく14度から15度ぐらいだと思います。昨日一昨日の朝に比べると、かなりね、暖かいです。ですからね、上半身のインナーはね、2枚ぐらい、昨日より少ないです。昨日まではね、上半身パツパツだったので、動きにくかったんですけど、今日はね、動きやすいです。そして昼間はもしかしますと27度ぐらいまでね、上がるかも分かりません。そうするとね、さらに、インナーをね、脱がないと、いけないということになりそうです。空の方も、もう今日もね、快晴の予報です。雨の心配はね、全くないと、思ってます。ただですね、一日中ね、雲が出ないかもわからないです。そうするとね、インターバル撮影ができないということになりますので、私にとってはね、ちょっと、厳しい空だなという感じですが、まあ、曇ったりね、もちろん雨よりはね、全然いいので、まあ、それはね、仕方ないかなと、思ってます。はい、群馬県の、前橋市を経由して、こう北上してるんですが、群馬県って綺麗ですね。あの周りに、山があって、で、非常に、街並みが綺麗で、道も、広いですし、いろんな、お店の駐車場も、ゆったりと取ってあって、なんかね、これもし住んだら、非常に住みやすいところじゃないかなと、思いました。関西からはね、群馬県の中心部に来るというのことはね、めったにないんでね、ちょっと新しい発見でした。到着です。
はい、吹割れの滝をね撮影することができました。前回来た時よりもかなりね水量が多かったです。もう落ちたらねこうやばいレベルですね。まあ朝早かったのでね、人も少なかったので、まあいろんなね角度からいろいろな方法でね、撮影することができたと思います。ではですね、次は日光の方にね向けて、さらにね進んでいこうと思います。気がつけばですね雪がかなり残ってますね。まあ、こんなに残ってるとは思いませんでした。おそらくね、まあ、木陰とか日の当たらないところの雪がね残ってるんだと思います。路面についてはね完全に乾いて乾燥してますから、全くね問題ありません。まあ、気温の方もですねおそらく10度は超えてますね。12、3度ぐらいだと思います。あ、スキーやってますね。まだスキーできるんだ。これはねいい時に来ましたね。なかなかね雪のあるところっていうのはねやっぱバイクでは路面の状態とかが気になってね、冬場はもちろん来にくいんですけれども、こんなね路面の状態がいいにもかかわらず雪を見れるというのはねなかなかねそんなにないんじゃないかと思います。この湖はですね池ですかね、ダム湖ですかね、ちょっとわからないんですけど、上流の方はね凍ってましたね。いやなかなかね湖が凍るというのはね関西では見ないんですけれども、本当寒いんですねこの辺りは。すごいな。単なるね、まあ、雪といえば雪なんですけども、まあ、雪がねあるとは思ってなかったのでちょっとねテンションが上がって、まあ、動画や写真をねいっぱい撮ってしまいました。いやいやあまりねここで時間を取ってるわけにもいかないので、まあ、先をね、急ぎたいと思います。はい、ここからね栃木県です。35番目の県ですね、栃木県に突入です。あ、ここめちゃくちゃ景色がいいですね。うわ すごいですね。おっと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 。はい、今右斜め前に見える山がね、南泰山だと思います。山頂の方にはねまだ雪が残ってますね。今現在ですね、中禅寺湖までね、到達しています。日光までねもう少しなんですけども、今回ちょっとね日光はねもう、通過、割愛しようと思います。まあ、ここまで来てねなんかもったいないっていう風にねちょっと思われるかもしれないんですが、まあ、昨日ですね、三峯神社がねすっごい人が多くてねもうほんと渋滞でね大変でした。まあ、おそらくね日光東照宮もね、混んでると思います。まあ、すでにね先ほど渋滞情報で、なんか道路もね渋滞にもすでになってるようですので、早めにね、このエリアをねもう通過してもう茨城県の方に向かっていこうかなと思います。
桜がね、まだ咲いてますね。もうかなりね、もう終わりに近いですけど、まだね、桜をね見ることができます。ここからですね、いろは坂をまず通って、それからおそらく宇都宮を経由して、茨城県のね、袋田の滝というところにね、行ってみようと思います。ここもね、おそらく人がね多いと思うんですけれども、まあ、行ったことがないのと、まあ、茨城県ではですね、まあ、今回一番のちょっとね行きたいスポットになりますので、まあ、ここはねちょっと混んでも、行ってみようかなと思います。あ、ここはもういろは坂ですかね。カーブが多いですね。中であれば、ここは一方通行ですかね。うん、どうなんでしょう。はい、はやぶさがね、追い越していきましたけども、この坂ならね、はやぶさをね、十分かもれますね。まあ、やりませんけど前、車詰まってますね。もう立ち上がりの速度だけね、絶対的に無理ですけど、まあ、このブレーキに突っ込む速度とコーナリングの速度がね、むしろこっちの方がね、いいかもわかんないですね。あ、でもやっぱ立ち上がりがね、やっぱいいですね。まあ、詰まっちゃったんで、ゆっくり行きます。はい、かなりね降りてきました。まあ、いろは坂としてはそろそろ終わりですかね。全然ね、昨日緑の色が違いますね。もうあの新芽が出て、緑がねこの辺り非常に鮮やかです。よし、この辺りがですね、日光東照宮の付近ですね。もう車がめちゃくちゃ多いです。ちょっとね、もうここは通過をします。